日本橋の欄干彫刻魚為公園の菅原、道真像、渡辺長男4月2日から1952年3月3日は、明治から昭和にかけて活動した彫刻家。同じ彫刻家の朝倉文雄は実弟。妻は、岡崎幸子への娘。1874年、大分県大野九条伊田村村長であった渡辺陽蔵の長男として生まれる。 彫刻家を目指した長男は、東京美術学校に入学し、仏像彫刻家の山田記載に支持する。すぐに頭角を表し、イタリアへと留学していた長沼主景に、欧州の彫刻技術を学ぶなど、先駆性を発揮した。1897年11月に、高村光太郎や竹石光三郎、白雄山、青木外吉ら同窓生と青年調査会を結成し、 木長家をも交えて、技術上の交流を図り、新進気鋭の彫刻家として注目されるようになる。この頃に実定である、朝倉文雄が長男を頼って上京。もともと俳句を志して、正岡子規に指示しようとしていたが、そのほととギスの死もあるものの、文雄が彫刻への道を選択したのは、長男の多大なる影響がある。長男は、人物彫刻を得意とし、 明治天皇騎馬像や井上薫像、大田道館像、広瀬中佐像など、数多く制作した。また、東京日本橋の欄干の麒麟と獅子のブロンズ像は、長男の手によるものである。中像は岐阜である、岡崎幸子へが言った。だた数。ありがとうございます。